オルサは、イタリア海軍のルポ級、フリゲート4番艦。艦名は、オオグマ座に由来する。オルサは、リューニティ造船、リバトリゴソ造船所で建造され、1974年10月11日に、寄港。1979年3月1日に、浸水。1980年3月1日に、収益する。1990年8月、湾岸危機の発生に伴い、 A5327 ストロンボリ F572 リベッジオとともに第一陣としてペルシャワに派遣される。期間後にサトコム衛星通信装置や SPS-700 ニコラ水上レーダーなど電子兵装を中心に近代化改修工事が行われる。2002年ペルー海軍に売却される。アギーレ。ペルー海軍ではカルバハル級フリゲートに分類され、 五番艦となっている。艦名は19世紀の太平洋戦争において活躍したエリアス・アギーレ・ロメロに由来する。ペルー海軍は1970年代から1980年代にかけて旧式化した艦艇の更新を目的としたカスティーリャ計画を進めていた。この動向に対してイタリア海軍は同系艦を売却した実績から中古艦の売却交渉が進められていた。 2002年に、ルポと共に売却され、引き渡しに備えての諸作業が進められる。2004年11月3日に、フィンカンティエリムジャーの造船所において、ペルー海軍に引き渡され、アギーレと命名される。2005年5月6日に、ラスペツヤを出港し6月11日に、ペルーカヤオに到着し、新たな任務に就く。ありがとうございます。